神野金之助1月4日から1961年10月23日は愛知県名古屋市中区出身の実業家。配合、慶医八1893年1月4日、名古屋市中区で法町生まれ、初代神野金之助の長男。陽名は金主芸を、本名は茂高。第8高等学校を卒業した後、 京都帝国大学法学部に進学するも中退した。その後、公用や財閥の当主となる。1923年、名古屋鉄道役員となり、1935年、副社長、1945年社長となった。1924年、名古屋無電放送として、日本初の放送事業を出願し、1925年に、 社団法人名古屋放送局の設立に関わった。翌年、日本放送協会設立委員に就任する。1950年、日本放送協会経営委員に就任。1954年名古屋テレビ塔の建設や1958年に東海テレビ放送設立に関わる。1955年日照副会等に就任。その他、名古屋政党所 福寿生命、愛知時計電機、円州電気鉄道、明治銀行、東方ガス、愛知機械、名古屋空港ビルなど様々な役員を兼務した。1961年10月23日没。ありがとうございます。